く隅から隅まで。この番組では三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や校区の紹介をしてもらいます。今日は広野小学校です。まずは広野小学校の校歌からお送りしましょう。校区隅から隅までは広野小学校です。広野小学校6年生の皆さんにお話を聞いています。それでは今日は広野小学校を代表して6年生10名の皆さんにお話を聞いていきます。まずお名前教えてください。藤川ひろとです。さあ藤川さん、広野小学校についてお話を聞きたいと思いますが、とても歴史のある学校だと聞いています。今年で創立何年なんでしょうか？60周年です。今年で60周年、すごいですね。では続いてお名前教えてもらえますか？小林沙羅です。さあ小林さん、今年で60周年という記念の年だということですが、創立記念日には何か予定してるんですか？全校生で一文字を作って上から撮影した写真と全校生の顔が載っている写真を下敷きにした着物を作りたいと計画しています。あと一日遊園地といって地域の方々も呼んでお祭りのようなイベントもする予定です。楽しみですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いてお名前教えてください。荒川ココナです。さあ荒川さん、広野小学校今年新しく変わったことがあると聞いているんですが、どんなことなんでしょうか？運動場が芝生に変わりました。そうなんですね。嬉しいですか？嬉しいです。はい、じゃあ芝生に変わってどんなお気持ちか詳しく聞いていきたいと思います。お名前を教えてください。川島かりんです。さあ川島さん、運動場芝生になって今荒井川さんも嬉しいというお話がありましたが、どんな気持ちですか？とても嬉しいです。はい、どんな遊びしてるんですか？サッカーや泥系、逃走中などをしたり、裸足でハンカチ落としなどができるのでとても楽しみです。はい、サッカーや泥系と、もう一個なんて言ったのかな？逃走中です。それどんな遊びなんですか？ハンターを先生とか友達にしてみんなが逃げるという遊びです。
鬼ごっこみたいなものですかね、はい、やっぱり芝生で走るのと運動場土のグラウンドで走るのは違いますか？違います。どんな風に違いますか？芝生だったらちょっとふわふわしてて裸足でも遊べるからそっちの方がいいです。はい、ありがとうございます。はい、では続いてお名前を教えてください。戸野村ゆずきです。さあ、戸野村さんには広野小学校と地域の方々との関わりについて聞きたいと思いますが、どんな関わりがあるんでしょうか？防災訓練や農業大会、学年活動などで地域の人と関わっています。そうなんですね。今年はもう防災訓練は行われたんですか？はい、はい、どんなことしましたか？バケツリレーなどしました。うまくできました？はい、はい、夏祭りは今年もちろんあったと思いますけど参加しましたか？はい、はい、参加してみてどうでしたか？ダンスを踊ったので楽しかったです。はい、ありがとうございます。さあ、続いては環境学習のお話も聞いていきたいと思います。お名前を教えてください。稲積奈々美です。さあ、稲積さん、広野小学校では環境学習にも力を入れていると聞いているんですが、どんなところに行ってどんな勉強をこれまでしましたか？5年生の時に青名川に行って自然の綺麗さと動物の命の大切さを学び、青野に住んでいる人の自然の綺麗さを守りたいという気持ちが伝わってきました。はい、ありがとうございます。では続いてお名前を教えてもらえますか？松尾優奈です。さあ、松尾さんは環境学習を行ってみてどんな感想を持ちましたか？広野は自然がすごく綺麗だから、この風景を変えることなく守っていきたいです。なので6年生の総合ではお世話になった町のためにクリーン作戦を計画しています。そうなんですね。お掃除をするということでしょうか？はい、いつ頃ですか？まだ分かりません。はい、でも6年生の間にされるということですね。頑張ってください。さあ、では続いては修学旅行にね、皆さん行ってこられたということでその話を聞いていきます。お名前を教えてください。小畑理子です。さあ、小畑さん、修学旅行はいつどこに行ったんでしょうか？私たちは修学旅行に9月17日と9月18日に行きました。1日目は9月17日に宮島、厳島神社と平和記念公園に行きました。2日目の9月18日は弥勒の里でいっぱい遊びました。楽しかったです。はい、ありがとうございます。では修学旅行でどんなことをしたか、もう少し詳しくお話聞きたいと思います。お名前を教えてください。西本亮太です。さあ、西本さん、修学旅行でどんなことをしたか詳しく教えてもらえますか？2日目に弥勒の里で、最後にみんなで空中ブランコに乗りました。空中ブランコ、だいぶ高さは高いんですか？はい、はい、乗ってみてどうでした？みんなで乗れて楽しかったです。怖くなかったですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、では最後お名前を教えてください。村上ココハです。さあ、村上さん、空中ブランコの話もありましたけれども、楽しかったこと、思い出教えてもらえますか？空中ブランコで私は絶対乗らないとみんなに言っていたけど、最後にみんなが全員で乗ろうと決めていたので乗ってみて、楽しくて、まだ岡くんが乗ってなくて、最後に岡くんも入って全員で乗って岡くんに話を聞いてみると楽しいと言っていたのでよかったです。そうなんですね。どうして乗らないって決めてたのかしら？なんか怖そうだったから。はい、でもみんなに勧められて頑張って乗ったわけですね。はい、でもそれでも楽しくなったということは怖さを克服できたでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。今日の校区隅から隅までは広野小学校でした。広野小学校6年生を代表して10名の皆さんに、広野小学校や校区について、また先日行かれた修学旅行についてお話を伺いました。校区隅から隅まで。この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと、月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は10月20日土曜日、松ヶ丘小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。